皆さんこんにちは。第15回五十嵐くん TV 始まります。頑張ってまいります。さて、福井でのファミリーセールの案内が発信されてると思います。池袋のファミリーセールで好評だったキッズのファッションショーが福井でも開催されます。ご好評につきぜひ、ご応募ください。非常に池袋で盛り上がりましたんで、等身大の、身近なキッズファッションショーぜひご応募ください。お楽しみにしてください。それともう一つお知らせがありまして、9月の14、15日、この、アクシーズファム銀座ラボで、初めて開放しまして、アクシーズファムホームと、リアルアンティーク家具の、世界観を作ってですね、家具の即売会、アクシーズファムのホームも変えます。そういうラボを開放してのイベントを開催しますので、ぜひぜひ予約もできますし、自由に、来てもらっても構いませんので、ぜひお越しください。はい、宣伝ばっかになりましたけど、はい、よろしくお願いします。さて今日はですね、スペシャルゲストをお呼びしてます。はい、ということは社内じゃなくてですね、パートナーというか、お呼びしたいと思います。本日のスペシャルゲストは竹内聖奈さんです。はい、ようこそ。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速。はい。ちょっとお座りください。ありがとうございます。お邪魔します。竹内さんの自己紹介と、はい、アクシーズファムとの関わりについて、はい、教えてください。まず私が、はい、一応タレントとイラストレーターをさせていただいております。はい、竹内聖奈です。よろしくお願いします。アクシーズファムとの出会いは、はい、昔からすごい大好きで、はい、よく着させていただいてたんですよ。はい、学生の頃とか。はいはいはい、で東京来てから。はい、イベントですかねに呼んでいただいて、はい、そうですね、そうですね、そこからお話しさせていただいて、はいはい、そこからお仕事をさせていただくようになりましたよね。イベントのやっぱ前からすごい好きです。関西におられたんですね。そうですね、関西に2年半ぐらい前に出てきてるんですけど、そうですか、その時によくお買い物をさせてもらってたんですね。そうですか、そうですか。そしてこうね、イベントのたびにいろいろ話させていただいてですね、だからこうやってお仕事させてもらえるのがすごい嬉しいです。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。そんな竹内さんにいろいろ聞いていこうと思うんですけど、モデル活動されてる、そうですね、お聞きしましたが、はい、どういった活動されてますか？いろんなメディアとか雑誌とかにも出てたりするんですけど、最近だと「ヤングジャンプ」とかの巻末飾らせていただいたり、あとは「ポーズ集」っていう本とかに出させてもらったり、いろいろさせていただいてますね。竹内さんはうちの昨年のパーティー特集のオードリー・ヘップバーンをイメージした特集に出演していただきました。それがもう1年経つんですよね。ちょうど1年前ですね。いや、それ以来今後もアクシーズに関わってモデルさんとして活躍してもらおうと思ってます。はい、もうぜひよろしくお願いします。いろいろチャレンジしたい。そうですね。すごいアクシーズ可愛いお洋服いっぱいあるんで。はい。オードリーの時もすごい綺麗な華やかなお洋服着させていただいて、はいはい、ぜひぜひ活躍してほしいなと思います。実も今後よろしくお願いします。そんな竹内さん、実はですね、はい、もう一つすごい特技というか才能がありまして、イラストのね、イラストレーターのお仕事って言われましたけど、はい、どんなお仕事、イラストイラストは私「妹がバンギャです」っていう漫画を描いてる。バンギャっていうのはビジュアル系が好きな女の子のお話なんですけど、それをまあグッズで出したり単行本出させてもらったりしてるんですけど、その竹内さん実はこここにいる。そうなんですよね。このシュシュちゃんをデザインさせていただきました。はい。シュシュちゃん。すごいですね。すごい可愛くできました。可愛くいろいろなストーリーあるんですけどね。シュシュちゃんって。で今それを作ったこともすごいんですけど、今新しくシュシュちゃんも模様替えをして今竹内さんといろいろお話しさせてもらって、そうですね、絶賛新しいものを今皆さんにお届けしようと、はい、してますんで、ぜひお願いしたいなと、はい、シュシュちゃんと動き出すのか、ね、声を出すのか分かりませんけれどもね、いろんなアイデアでいろんなのがねありますよね。またこの服のイメージからガラッと変わったイメージができたらいいですね。はい、モデルしながら、はい、そのイラストレーターも描いて、すごいですね。マルチのこの全く違うことですけど、うん、できるものなんですか？でもどっちもすごい大好きなお仕事なんですよ。はいはいはい。でイラストばっかりしてるとやっぱりこう煮詰まっちゃうんですけど、モデルのお仕事させてもらうことでリフレッシュするし、はい、いろんな刺激も受けて、両方にいい刺激を受けてるんですよね。だからどっちも大好きですね。素晴らしい。僕も仕事をしながら、空手もしながら。空手されるんですね。ちょっとですけどね。ヨガもしながら。おお、多趣味ですね。いえいえ、だから本格的なねことまではいかない、趣味みたいな感じですけど、憧れますね。一つ一つやっぱ極めてらっしゃるのが、マルチなことは憧れますんで、ぜひ。ちょっと刺激を受けてます。はい、そんな竹内さん、今後の目標を教えてください。今後ですね。はい、やっぱりタレントのお仕事とイラストレーターのお仕事を今両立して頑張ってるので、もっともっといろんな人に見てもらえるようになれたらいいなと思ってますね。そうですね。シュシュちゃんももっともっといろんな人に見てもらえて、あ、シュシュちゃんやって一発で分かってるもらえるぐらいね、なればいいですね。頑張っていきましょう。はい。そうですね。ありがとうございます。いろいろ素晴らしい。はい。ということでですね。はい。今回のスペシャルゲスト竹内さんを迎えての第15回みならしくん TV を終わりたいと思います。はい。ありがとうございます。それではバイバーイ。